ちょっとした強行軍だな。安心したまえ。ここが峠だ。この先は下りになる。ってことはここから先が見張ぐさあるか。そうだ、なかなか手ごわそうな。やれない。やれるぞ。 まとめて片付ける。成功。氷の槍を倒れろ。氷の槍を倒れろ。やりはしないから。 相手を寄せつけない。預かれたくないから。どうにか決めて。塩。決めて。なんだここ。昔の家かなんか。なんだろう。 止められねえぜ。 足止めは任せたまえ。こっちは温めとくぜ。
新たな武器に必要な欠片が揃ったか。どきなさい。補修しがくもらった受けるよ。いただき行くわよ。やめた向かせ。コークリンちゃん光を絡めとる。振らなけ特段上流連合だ。三日月よ。おー豪華バックエンジン。言いたいことでもあるんだよ。気をつけないぞ。決めて。戦闘ライザー。なんとか勝てたね。この調子で進んでいこう。うん、無理せず油断せず使え。そろそろ何か食べないと。加減を見誤った。俺に任せてくれ。入りなめ。こういう演技だ。
腕。終わりだ。どの調子で続けなさい。ただ言いたいことでもあるの。終わりだ。生命力全開。いっけ。しんどい相手だったぜ。春の野で仰ぎ見るなりメナンシア。何を見るの。言わぬが花というものよ。ティオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。あ、いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが。お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと。私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと。そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえばお前たちは野外での食事はどうしているのだ。どうって適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体によくないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か。いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の。まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リンガル、それは心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。
な塔は野宿は嫌なの。しなさ。試させてもらおう。武器を磨いておくか。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。それと武具も。ああ、助かる、キサラ。なんかキサラ、なんだかんだ言いつつディオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロー、お前の服、穴が開いていたのを繕っておいた。ああ、悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというか、していないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないというなら、当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの。面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど
俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくてもいきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。考え込んだりして何か問題事か？いや、君たちの礼儀作法についてな。礼儀作法？ああ、率直に言って君たちの不作法ぶりはいささか目に余る。率直すぎるだろ！っていうかそれ今必要な話かよ。私からすると不作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でもキサラは一通り習得している。この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですがメナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。いやそこまで固い話をしているわけじゃん。以後は気をつけるとしよう。それはそれとして礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ、堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか、君はどうだロー。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか。諦めないのですね。腹だけでなく心も満たす絶品の完成だ。キサラ、少し話をしたい。この前は昔話に付き合わせて悪かったな。いいさ、あれはあれで楽しかった。そう言ってもらえるとありがたい。兄さんのことになるとつい歯止めが効かなくなるらしくてな。その点は納得だな。けど別に気にするほどでもないさ。なあアルフェン、子供の頃自分より幼い子を葬ったことはあるか？どうだったかな。キサラはあるんだな。前のスルドの時代にな。あの頃は地獄だった。私はあの時代に戻るのが怖かったのかもしれない。だから兄さんが伝えようとすることから目を背けた。実のない理想を守ろうとして一番大事なものを疑ったんだ。私にはあの人ティオハリムを責める資格はない。ただ認めたくなくて押し付けようとしただけなんだ。キサラもティオハリムもメナンシアでのことをまるで失敗のように言うことがあるが、300年続いた支配を塗り替えようというんだ。たかが5年で答えを出そうとする方が無茶じゃないのか。そうか、メナンシア。私は辛いものを見ることをやめたとき間違えたのかもしれないな。見張りは任せておけ。
起きろ、そろそろ出発するぞ。